ドビさん、ピンクでございます。はい、それでは本日はね、前回ちょっと動画を上げさせていただきましたボールパイソン、ニックちゃん1ヶ月目でございます。今ね、餌をせっかくなんであげていきたいなと思います。もうすでに映ってました、ごめんなさいネズミ出るっていう注意報を言う前に映っちゃいました。ヘビですんで当然ネズミ食べますんでね、苦手な方はちょっとブラウザバックしてください。はい、今食べてるのがですね、ファジー、マウスS サイズでございます。まあ、もともとね、ファジー食べてますよっていうふうに聞いておりました。で、そこからですね、まあ、今、サイバークリケットさんで私買ってるんですけれども、サイバークリケットさんはそのファジーの中でもいろいろなサイズを用意されてます。で、ちょっとね、久しぶりにちっちゃい餌あげるっていうので、もう私もちょっとあまりにも感覚がもう鈍ってましたんで、ちょっと大きさわかんねえなってことで、思い切って一番ちっちゃいやつ、ファジーの S というのを今回頼んでおります。はい、それをね、あげていきます。まあ、ちょっとね、あげるときに飼育ケージ映りますんで、ちょろちょろっと喋って、あとはまあ基本的には映したまま早回しで見せようかなと思います。で、最初の段階ちょっと餌の大きさだけ、お見せしたいなと思います。ファジーです。これです。はい、ファジーです。サイズ。ちっちゃい。マジでちっちゃい。私の親指ぐらいしかないんですよ。大きさ。超ちっちゃいです。今もうマルスが食ってるラットなんてもうこんなんありますから、こんなん、これちょっと大げさかなこんなんありますから、めちゃんこちっちゃい、まあちょっとスマホと比べるとこれぐらいの大きさというふうに思っていただければいいかなと思います。非常にちっちゃいですね。はい、これをね、あげていきます。で、もともとショップにいた時は1匹だった、1週間に1匹だったそうなんですが、我が家に来てから1回で2匹あげるようにしてます。はい、で1週間で大体うんちしてますんで、まあ、悪くないのかなと思います。まあ、やっぱショップにいるときは結構そのキープするための、ね、部分が強かったと思いますので、我が家では、ある程度しっかりあげたいなというふうには思います。2匹あげてもまあ見てる感じパイソンなんで大丈夫かなというふうに思いますね。あのボアとかだとちょっと気をつけなかったら、ね、いけなかったりしますけれどもね。はい、ということで早速あげるシーンまで飛びたいと思います。あ、解凍は、ね、一応湯煎で10分ぐらいですかね。今一応10分後に、解凍具合チェックしてあげるっていう形にしてます。はい、はい、ということでね、準備できたんで早速あげていこうと思います。いやー、セントラルパイソンの時はね、結構あの手袋したり、ピンセットもでかいの使ったりなんだりってするんですけど、まだこの子めちゃめちゃちっちゃいんで、ちっちゃいピンセットで手袋なしでいきます。はい、お腹空いてると思うんだけどな今見たら餌あげた目にどけたらさ、この辺おしっこしてんだけど、まあでも今日もあげちゃいます。今日もだって餌作っちゃったもん。おい、きた、おい、いいの取れたんじゃないですか。ピントは全然合ってなかったけどピントは全く合ってなかったけどね。はい、こんな感じで拡大していきましょう。はい、一応ね、あのシェルターは基本私もあった方がいいとは思ってます。今ね、このヘビに対して正直めちゃんこ広いじゃないですか。水入れもクソでかくて、あれなんですけども、基本的にはあのシェルターはあった方がいいと思います。ただ私の場合ね、この飼育部屋って1日に世話するとき1時間くらいしか来ないんですよ。だからそんなに人がいることとか何か動いてるストレスっていうのを感じる要素がほぼなくて問題ないんじゃないかなと思って、シェルターなしでやってます。だから私みたいに飼育部屋と生活圏内が完全に別で暮らしてる方っていうのはおそらく同様に、シェルターなくてもやっていけるんじゃないかなと思いますけどね。はい、私が見てる感じはファジーです。余裕そうなんで多分もう一個あげてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあね、ここからは食べてる様子を多分このまましばらく固まってるんで早回しでこうね見せていきたいなと思います。ところどころちょっとズームしたりとかなんだりとかしていけたらなと思います。じゃあ行きましょう、見ていきましょう。じっくり観察ですねThank you.
はい、1匹食べ終わりましたね。私今気づいたんですけど、開ける扉逆の方が良かったですね。この方が良かったですね。ごめんなさい。今気づきました。はい。この方が良かったなと思っております。はい、2期目に向けてこういう感じのアングルでいかがでしょう。さて、今首に奥にね押し込んでる状態ですので、ここから。よし、よこしょ、ちょっと準備しますよ。準備してる間に多分ね、飛んでってると思いますね。よし、さて、ご本人さんは顔が見えませんが、だいぶ押し込んでいい感じなんじゃないかなと思います。はい、上げていきましょう。来た。いやー、いいのが取れましたね。全然映ってない。ちょっとカメラで近いますよ。よし、どうでしょう。あ、いい感じに、いい感じに映っております。いいですね。パーフェクト。はい、ということで食べ終わりましたね。いかがだったでしょうか。先ほど私はガラスを開けるためにですね、顔の目の前に一回手を持ってきましたが、あれは大変危険なので皆様は真似しないようにしてください。はい、無事食べ終わりましたね。ちょっと今日ね、時間かかりました。前回もっと早かったんですけど、今回ちょっと時間かかったなという印象です。
でも大きさ的には多分もうちょっと大きくてもいいかなって気がしますね。ただ今日の見てるとホッパーはまだちょっと早いのかもしれません。ただファジーの中でも、言ったみたいにサイバークリケスさんはファジーの S っていうのは SS を発音おかしいな、ファジーの S っていうのがあって、そのさらに上がちょっとちっと大きいのがねあったりしますんで、まあ、そういうとこ考えるとちょっとだけサイズアップしてっても大丈夫かもしれません。まあ、多分ね今ファジーの S って10匹単位しか頼めないんで、来てる10匹を全部食べさせるまでに一回脱皮すると思います。脱皮するとねまたちょっと変わってきますんで、そのあたりね、もうすごい方向向いてるけど、おーおーおーおおお大丈夫そう、反対向いてますけどもね、こうグッとね自分の体の奥に押し込んでますから、はい、綺麗に食べ終わりましたね。こんな感じでまたね、ちっちゃい餌を与えていくっていう感覚が非常に久しぶりですんで、探り探りにはなりますが、ちょっとずつちょっとずつねこうやって記録に残していってあげられたらなと思います。はい、じゃあ今回はこのところで終わろうと思います。皆さん見ていただいてありがとうございました。またよければね、次回何か別の動画等でお会いいたしましょう。ではお疲れ様です。